思った以上にアップダウンが激しいですね。あともう少しだと思うんで頑張ります。プンです。今日は寄居駅に来ました。ここから金付堂山に登っていきたいと思います。以前うちのおじさんが登っていて、私も登りたいなと思っていました。初めて登るので楽しみです。それでは出発します。プンです。今日は寄居駅に来ました。ここから金付堂山に登っていきたいと思います。初めて登るので楽しみです。それでは出発します。金付堂山ですね。向かっていきます。今あちらに見えてるのがこれから登る八幡山です。八幡神社に到着しました。立派なしめ縄ですね。八幡神社の脇を通って八幡山、金付堂山に向かいます。ここから本格的な登山道となるようです。登り始めで急登が現れます。紅葉が綺麗です。途中に休憩する場所ありますね。こちらからも下界が木々の間からよく見えます。八幡山到着しました。 210.6m です。あ、八幡山って呼ぶんですね。八幡山でした。ずっと間違ってました。八幡山です。三角点です。眺望は木々の間から少し見えるという感じですかね。こちらは結構遠くの山も見えてます。それでは金付堂山向けて出発します。分岐のところまで来ました。金付堂山あちらですね。向かっていきましょう。こういう感じの道大好きです。紅葉も綺麗で最高です。こちらの山は登山道がよく整備されてますよね。道標もたくさんあるので道に迷うことはないんじゃないかなと思います。エスケープルートもたくさんあるので初心者の方でも安心して登れるんじゃないかなと思います。アップダウンを繰り返しながら金付堂山に向かってます。またものすごい下りです。これあちらに見えてるのが金付堂山ですかね。あちらまで頑張って向かわなければ。道脇は肩こりの自生地もあってシーズン中は花を眺めながら楽しめそうですね。いいですね。シーズンの時にも来てみたいです。金付堂山800m ですね。頑張って向かいましょう。階段が出てきましたね。階段よいしょ。思った以上にアップダウンが激しいですね。あともう少しだと思うんで頑張ります。頂上ついてないんですけど こちらから景色絶景です。こちらは紅葉真っ盛りです。
綺麗です。富山あと200メートルです。まだ頂上到着してませんが、絶景がありましたので、はあ、綺麗です。展望台が見えてきましたね。金付堂山330.2メートルです。パチ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 。金付堂山の三角点タッチ。それでは鐘をついてきましょうか。まず、はい、ご挨拶の鐘をつきます。14度ですかね。風も結構強いんで結構寒いです。展望台登ってみます。こちらには筑波山、東京、熊谷と書いてありますね。筑波山見えるでしょうか。筑波山は、ああ見えてます。今日のおやつは万南ライフのこんにゃく畑コーヒー味を食べていきます。金付堂山にようこそ。登頂どうもご苦労様です。愛を感じますね。お花の資料など置いてあってとてもありがたいですね。こういうの見ながら山を散策するのは楽しいです。つぶらたこです。デロンデロンです。靴がもうやだ。少林寺には500羅漢像があると書いてあります。こちらからもう羅漢像が置かれてますね。こちらの羅漢さんはみかん持ってますね。じゃあメンチで。メンチですか。はい、肉汁がじゅわっとして美味しいです。